僕、ぴょこたんという名前で漫画を描いているものですが、ついにね、岡本良樹さんとのこういったコラボが実現しました。ありがとうございます。どうも、よろしくお願いします。いやー、本当、いや、僕、もうずっとこういうことを待ってたんですよ、この機が訪れるのを。本当ですか？はい。でも、今まではやっぱり僕、ゲームのプレイヤーであり、岡本さんはクリエイターだったので、どうしてもこうイベントで見たりとか、ラジオを聞いたりとかだったんですけど。よく来てくれてましたもんね。あ、そうですね。もう、ほとんど、結構いろいろ行きました。いろんなの。ありがとうございます。はい。で、今回 YouTuber デビューされたということで。あ、そうなんです。したばっかりなんです。いや、最高ですよね。僕も本当最高で、あっという間に上の方行くと思ったんで、一番最初にちょっと YouTuber としてコラボしたいなと思って。いや、なので、実現できて、本当、ありがとうございます。で、ちょっと、まあ、僕と岡本さんは結構その、もともと昔から少しは接触はあったっていうのも、あいりがろいとろうごおざいま説明をしていきたいなと思ってました。あ、でも、あれですか、僕の存在ってどの程度の認識を、カタンとかの会には僕よく参加してたんですよ。す。あ、そうなんですね。でも、ずっと岡本さん的には一カタンプレイヤーの一人なんで、多そう分ですね。認まあ、識はされ、漫画家。漫画家。強い漫画家の兄ちゃんでしょ、ずっと。ああ、ありがとうございます。でも僕の中ではもう、ジャンクハンター吉田が間にはいたんですけそうど、ですね、そうですね。はい。で、岡本さんの僕の一番の功績は、やっぱ、カタンを日本に広めた人っていうのが、いや、僕もいろいろストリートファイター作った人とか、もうバイオハザードの人とか、いろんなのある、モンストの人とかある中で、僕の中ではもうやっぱ、自分にカタンを入れてくれた人っていう、ありがとうございます。いや、もう、まあそこら辺からスタートしてっていうので、まあ一応これですね、この。いいの持ってますね。これですね。これ初期カタン。こなれ、かななんかないか、ですもんね、もう今。そうですね。この巾着袋にコマが入ってて。これ、結構今価値あるんじゃないですかね。ありますあります。なんかオーこうクいションう。とかですごい値段で売ってますよ。ええー、あとこのなんか、ゴールデン盗賊とかも。ゴールデン登録で、もうむしろ日本語ですからね。はい。で、この頃から、まあ一応、六本木のなんか変なラウンジみたいなところで、やばいカタン会に参加させていただいたりと か。いい話になってくるから、あんまり触れてほしくない感じ。でも、すごい、そこで僕はやっぱ、岡本さんとジャンクハンター吉田と4人でこう、もう1人でカタンして、川村さんっていうまあ、日向の、したときに、やっぱこの2人のジャイアニズムと、こう、洗礼を受けて、いや、とんでもねえなっていうふうに思って、その頃からずっとやっぱり、ウォッチャー続けてたんですけど、あのあたりはどんな感じだったんですか？その時って覚えてるんですか？僕がそこにいたことって。もちろん覚えてます。あの頃ははい。本当に肩に惚れ込んでて、はい。今も僕はそのボードゲームとかよく言ってるんですよね。はい、はい、言われてますね。クリエイターになるためにはボードゲームから入った方がいいよって、はボードい。ゲームってその遊び方が一つじゃなくて自分たちでアレンジができるので、は自分い。のバランスが取れる。例えば僕が弱いとしたら1点余計にもらっとくとか、ああ、バランス調整とか、はい。最初から道を4本引かせてもらえるとか、例えばとかっていうみたいなルールっていくらでも作れるわけですよ。そういうそのハンディキャップの付け方とか、あと4人で遊ぶものを3人で遊ぶための、ルール変更、自分たちオリジナルですよね。やってみたりとか、4人で遊ぶためにどうするのみたいなとか、盗賊1個にするか2個にするかみたいな話とか、僕ら盗賊2個でやったことありますからね。盗賊2個で。3人プレイはね、盗賊2個の方がいいんですよ。確かにそうかもしれない。2個塞げるんですよね。どっちも動かせんのか。鉄の8が盗賊2個いるときある。そしたら、取らないと取れないみたいな。みたいな止め方もできたりして。そういうことか。2個置けちゃうんだ。1つの動コいマたもに、の1マス2マ個ス置にけ2個置ける。ば、また取れないみたい はい。なのが作ったりとか、あと3人プレイのときに4人目のコムって言われてる、わけのわからん、最初からでも一切伸びないんだから2個ブロックしてしまったりとかして、みたいなルール作ったりするんですけど、そういうのってゲームクリエイターですよ。もうすでに。確かに、そんなの。90%以上は元の型を使ってるんだけど、今の10%弱ぐらいは俺たちのアイデアだぞみたいなところがあって、そういうのはその若手のクリエイターを育てるのにすごい大事だと僕は思ってて、紙でやってるからこそ勝手にルール変えていいみたいな。デジタルだとできないんですよ。確かにそうですね。だもうかっから、ちりとまとまったものですもんね。で、もうそのルールはそのゲームの中で認められてる範囲しかできないじゃないですか、デジタルだと。これ、はアい。ナログだと何でもできてしまうっていう。カタンをカプコンでバーンってお金かけてやった時っていうのは、岡本さんは、あの後でもすぐになんか離脱されたような
印象があったんで。これ結構長いことやりましたよ、肩。あ、そう、肩はでも、よくこんだけのお金をぶち込んで、その好きなものに、いや、多分自由が利くからそういうことできたんだろうなと思って、そうじゃなきゃ僕たちみたいなところまで届かなかっただろうし。カプコンでそれまで頑張って稼いだお金のマイレージぐらいの感じですよ、あ、今まで稼いだから自由にやらせて、だって渋谷になんかこう、マイルが溜まってんだろうみたいな。コマ劇場貸し切り大会やったりとか、そう本当あれは、だからありがたかったですよ、ボードゲーマーとしては。ただその、ビジネスとしては多分。そうですね。いや、でも、それのおかげで、なので僕はそこはすごく感謝してるっていうのはありまして。とんでもない失敗ですよね、あれね。でも、まあ。僕でも、あれで肩の人が増えて、はい、日本に。はい。まあ、ぴょこたんもこうやって遊んでる。はい、もちろんそうです。そこから追いかけさせてもらって。そういう人たちがいっぱいいてて、それはもう、ゲームクリエイターの基礎がいっぱい作られてると思ってるんです、僕は。その単体 のゲーム売る売らないの話以上に、あの若手のゲームクリエイターを育てるなんて、格好からしたら仕事のうちの一つですよ。ああ、すごいな、そうですよね。おかげさまででも、カタンプレイヤーはやっぱそういう人多いですし。お、そうなんです、そうなんですよ。はい。もともと業界の人が多かったっていうのも ありましたけどね。はい。ゲーム業界の人たちは、ゲームクリエイターはやっぱりそのボードゲームが好きやし、カタンの奥深さには触れてくれてましたよ。いやその、ああやってビジネス的には失敗というか、まあ、こけたものに対しても、こうやって今でも熱を持っていたるっていうのも、まず僕はすごいいいんですよ。ありがとうございます。普通は見たくないとか、なんかちょっと、いろいろそういうのもあるじゃないですか。そういう中で。僕の中で、その、カタンは、ビジネスとしての大失敗事例としては残ってるんですけど、やったことに関して、あの失敗だとか反省だとかは全くないですよ。いや価値のあることはやったと思ってます。はい。はい、僕の中では、なので、僕の自分としては一番 その功績というか、岡本さんといえば、肩。いや、でも、世の中の人的にはっていうのも一応説明させていただきたいんですけど、まあ、ゲーム業界のレジェンドっていうのは、まあ、数えるほどしかいないわけですけど、うん、岡本さんは三冠王っていうのをご自身でも言われてるじゃないですか。で、アーケード、コンシューマー、スマホゲーを天下取った、この3つを天下取った人って今、地球上にいないんですよね、岡本さん以外に。僕はそうだと思ってます。ちゃんと調べて。もちろんそうだと思います、僕も。しかもこれからも、ね、あわよくばっていうのでいろいろ狙われてるわけじゃないですか。はいはいはい。ロジックで頭脳とこう、ダイアニズムを使って。ダイアニズムな。本当になんか、なんていうんですかね。失礼かもしれないですけど、完全クリーンみたいな感じのイメージじゃないです。ちょっとこう、オラオラして。こう、カタンのあのプレイと同じで。カタンのプレイのことも悪く言うなよ。いや、その、ジャイアニズムっていうのは悪くないです。結構こう、なんていうんですかね。まあ、そういう感じでイメージを抱いてますけど、でもやっぱりそれは本当すごいことですよね。全部がやり方が違うし、ロジックも違う中で、その3つをまず取ってると。うん。それは意図して取ってるわけですよね。意図してるっていうのを言うと間違ってて。え？アーケードは、僕アーケードから始まったんで、アーケード取るのは当たり前として目標としてやってます。はい。で次にコンシューマーが来るっていう風に感じたときに、あのアーケードを続けるっていうモチベーション、僕自身が持てないんですよ。あで、コンシューマーに移行する。コンシューマーに移行したら、コンシューマーでトップ取りたいって自分を勝手に思うじゃないですか。はい。で、コンシューマーやってるときに、携帯アプリができてきて、まだ5の機連打してましたけど、これこっち側に移行するやん、みんなと思ったら、もうコンシューマー用作ってられへんんですよ。そのときに、僕が見てたのは、怪盗ロワイヤルですね。あの時ですか。はい、怪盗ロワイヤルを見て、これはこっち側に流れると思って、はい。で、もうそう思うと、自分はもういられないです、コンシューマーには。あ、その結構じゃあ、カプコンを離れる大きな決断の中に。あ、カプコンを離れるときは違うな。でもそうですね、その後、まあ、あんまり触れてはいけないことかもしれないですけど、ゲームリパブリック。ごめんなさい、時間軸が違います。源氏。はい、それは違う。それはカプコンを離れたのは、自分で作らんと、あの人の自由にされるというか、あと思うように作れないですよね。やっぱカプコンで僕がそのジャイアンに見えてても、やっぱりもっと大きいジャイアンがいるんですよ。あ、なんとなくは存じ上げておりますけど、うん、はい、人がいる限りは自由度ってのは高くならないですよね。うーん、全然自由度高くならなくて、自由度高くならないとなると、自由な世界を求めて新天地みたいな、それがちっちゃい島であろうとも、ちっちゃい村であろうとも、はい、と思って飛び出してみたんですけど、本当は頭が悪くて、
結局その、まあ、カプコンの岡本良樹ですよって元カプコンの岡本良樹ですよって言えばあのもっとこう実績もあるから自由にやらせてくれると思ったんですよね。あだから結局そのスポンサーしてるところからプロデューサーが派遣されて、まあ、そのスポンサーの意向とかそのオーナーの意向とかみたいな、はい、プロデューサーの意向とかみたいなのを聞かなきゃいけなかったんですね。だから自由に全然できなかったんですよ、はい、でまあゲームリパブリックで、うん、まあ結構な僕もその頃もなんとなくは噂は聞いていて、はい、で今なんか姿くらまして何を10億の借金があってみたいな噂は聞いてて、僕の周りにも探してる人が何人かいたんですよ。岡本さんどこ行ったんだとか言ってお金取りに行かなきゃとか言ってた人がいた中で、僕はそこですごいと思ったのは結構飛ぶんですけど、急にラジオパーソナリティ始めたじゃないですか。あれが多分あの時点ではまだ追われてたんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、あのレインボー FM っていうところで、しかも生放送の公開放送みたいな、よくご存知で、わしいやそれもずっと聞いてたんですよ。ありがとうございます。いやこれめちゃくちゃいいじゃないですかっていう思ってずっと聞いてて、なのであれっていうのはどういう意識でああいうことをしたというか捕まっちゃうじゃないですかすぐ。あれはですね、僕の話術の、はい、飛距離を伸ばしたかったんですよ。飛距離？うん。こうやって、ぴょこたんと1対1で話すと、お互いこう話しやすいやん。ああ。でも、1対1で話すから話しやすい、誰でも。これを僕は近距離型スタンドって呼んでて。近距離型スタンド、はい。で、その1対1で話すとか、1対2で話すとかっていうのは、誰でも、そのスタンドの力が強いんですよっていう。はい。そんなにいらなくて、みんな説得できるし、みんなその人の話聞いてるやんっていう。はい。それが1対30になったらどうなるのって言ったら、ちょっとこう苦手とする人が出てくるじゃないですか。ああ、先生みたいなことですよね、教室の。はい。そうなるとこう聞いてない人が出てきますよね。はい。でも全員に聞いてほしいわけじゃないですか。ああ。僕が、まあ、講義もしてましたけど、それはみんなお金払って聞きに来てるんですよ。はい。あ、そうですね。学校の先生もやられてましたもんね、ゲームクリエイターの。それは僕の話をお金払って聞きに来てるからみんなに聞くわけですよ。はい。でも1500人の生徒になると違うんですよ。お金払ってないんです、そいつらは。ああ。講義は別枠でお金払ってたんですね。でも、はい、学校の、授業の一環として岡本氏の方を聞けます。1500人一度にどうぞっていうところ、みんな気持ちが変わるわけですよ。でそうなると、この遠距離型スタンド、中距離でもなく、近距離でもなく、遠距離型スタンドが必要するわけです。そういうのは、僕の中で苦手と思ってたんです。でも今ラジオであの時やられたことはそのことですよね。結構僕は響いた側ですけど、はい、僕はその遠くの人に向かって今目の前にいない人に向かって全員に響かせる話術を身につけたいっていう強い思いからあるはずだ。ああ、毎回なんか結構テーマとかを用意されてきてて、お土産を持参して、はい、その一つのテーマに立って結構深掘りするような感じで、はいはいはい、で隣にあの松下進さん、あの先生がいて、もじゃもじゃの先生がくだらない下ネタで突っ込んでみたいな、あの感覚すごい良くて、ダジャレで、はい、あの感じとか、でそれが多分進化して今 YouTube としてやられてるんじゃないかなと。そうです。あの進化してっていうか、まあ、目標にしてたものに近づきつつある。あでもまだあのなんですか、ね、顔が見えないんで、これすごい話せるんですね、はい、これ今。はい。ぴょこたんが言ったらすごいリズムよく話せるんですけど、これぴょこたんがいない状態でこのリズムで話さなきゃいけないんですよ、YouTube は。早く頑張って喋ってるつもりなんですけど、本当なら相手の表情を見て喋りたいですよね。でも、一体誰かわからない他っていうものに対して喋るっていうのは、本当に難しいと思ってて。はい、そのラジオのあれがあったからまだやれてるけど、あれでもパートナーのリノちゃんとか、はい、先生とかおられたんで、まだやりやすかったんですよ。あれですよね、B 戦だから、ブサイク戦だから、そのちょっと崩れた人を選ぶパーソナリティを選んでたんですよね。聞いてるといけないからね、なんともコメントがしない。あ、すいません。あ、で、いや、確かにその辺もちょっと、よくこの後ちょっと聞きたいんですけど。僕もう一つお礼がちょっといいですか。僕はあのラジオを割と初期の頃からたまたま Facebook 岡本さん の裏アカウントと繋がらせていただいてたんで、ラジオやりますので、そこから聞いてるんですよ。なるほど。で、今まで岡本さんは確かに逃げられてるっていうのもあって、本名もあんまり結局出してたとは思うんですけど、こっそりやられてたんです。で、正体はあんまり明かしてなかったじゃないですか、ラジオの時に。うん、そうですね。はいはいはい。ただゲーム作ってますぐらいだったんですけど、
2014年の9月か、ちょっとどっちかは忘れたんですけど、こんなゲーム、めちゃくちゃ面白いゲーム作ったんで、やってくださいって言って、モンスターストライクを初めてそこで僕タイトルとか聞いたと思うんですよ。まあ、なるほど。はい。で、今まで全然ゲームのこととか何もスト2とかのことも言ってなかったのが、なんでこんなモンスターストライクって言い出したんだろうなと思って僕は興味が湧いてやったんですけど、ありがとうございます。で、やった瞬間に、あ、これ伸びるなと思って、ミクシーの株を買いまして、これって違法じゃないですよね。ミクシーの株を買わせていただいたんで、これ間違いないと思ったんで。で、そこで僕、資産がすごい増えたんですよ。まあ、いつも200万ぐらいなんですけど、僕の中で最高記録のおかげさまで、なんで、それの感謝もちょっと、いつ、あ、まあ、これ。その話は多分感謝してもらってもいいよ。いや、本当に、あの時にあのラジオで知らなければ、はい、相当いけたんで。いけますよね、あれね。そうですね。ただ持ってたかによりますけど。はい。まあ、ずーっと持ってれば持っていけたんですけど、僕はちょっとひよって途中で逃げちゃったんで、最大は取れなかったんですけど、でも、それでも十分すぎるというか、うん、あそこで、なんで、あれは言ったのはもう確実な自信の表れじゃないというか、何だったんですか、あれは。まあ、自信ありましたよ、だから。で、そのラジオを聞いてる人に先に教えてくれたじゃないですか、結構。もうだってリリースとか、多分、その今作ってますぐらいの感じで言ってたような気がするんですよ。いや、リリースしたから言ったんですよ。ああ、あれって2014年ですか ?3 年でしたっけ？全然覚えてないですね、そんな。僕その数字覚えてないです、ね。9月かね、10月とかそういうなんか年末ぐらいに言われていて。9月の27日にリリースしてるんですよ。ちゃんと覚えてる。ああ。そうだ、その時にちょうどだからラジオやられていて、だからラジオの話もそのあたりからすごいバブリーになっていくんですよね、岡本さん自体がなんか。でもあれですよ、バブリーになっていかないです。僕全然お金もらってなかったですよ。え？